県立美術館で展示されているのはザ・キャビンカンパニーの新作の絵本の原画です。絵本のタイトルは未来チョコレート。食品を食べるという概念がなくなった未来で、チョコレートに興味を持った少女がカカオを探す物語で、食の大切さが楽しく学べる内容となっています。会場にはこの絵本の原画13点が展示されています。子供としての絵本じゃなくて、なんか奥ゆかさもあったりするので、大人が読んでもすごい、ああいいなって思います。原画展は来月14日まで開催されています。